こんにちは、フィルツァーです。今回フランス特集はですね、ワインの生産地ブルゴーニュ地方のご案内です。要はボルドーとブルゴーニュ2大ワイン生産地なんですけども、ブルゴーニュの方、今回ご案内するのは世界最高級のワインの生産地として知られています。もちろんワインマニアじゃないんですけれども、赤ワインとロマネコンティ、これ名前聞いたことあります。聞いたことあるっていう感じなんです。白ワインだとモンラシェという、これもあんまり詳しくないんですけども、そういった形があります。で、そういったですね、世界最高級の、ワインが作られているのはブルゴーニュです。どういうふうに作られているかというとですね、クリマと呼ばれる農地の区画ですね。もうほんの少しの区画、そこをクリマと呼ばれていて、絶対立ち入り禁止で、そこの、区画だけでしか作られてない、そのクリマの範囲でしか作られてないブドウを使って、ワインを作るというふうに決められているというところの、そういった形の生産をしているなので、そのクリマのこの土地の名前ですね、その農地の名前がそのまま製品の名前になると、ワインの名称になるというような、ちょっとこう特殊な最高級ワインと言われてますが、ゆえなんですけど形になっているというところがブルゴーニュの中にたくさんありますということです。で、今回のツアーはですね、これは JTB さんのものをご案内という形になるんですけれども、いろんなところを回る過程でですね、ブルゴーニュ地方のワインガイドを回りまして、ロマネコンティですね、最初の時はハワインをブドウ畑に立ち寄って撮影をする、もうこれ立ち寄ることはできませんので、一つに立ち寄って写真撮影をするという感じになります。一回これ、なかなかロマネコンティは何十万何百万の世帯なので、いっぱいはね、みたいな一般人にはこちら出せない感じなんですけども、農地は生産地は見れますから、生産地を見て写真を収めてですね、普通の帰国後に普通のワインを飲みながら入ることがあるのかという感じで、また飲むとですね、いつか私はアロマデコンティは無理かと思いますけども、何かの機会にその機会に飲むことがあったら、そういった思い出を浸りながらですね、ワインを飲むのがいいかということで、こちらの観光が入ったツアーをご案内しております。ちょっと値段高めなんですけども、詳しい内容はこの画面下のコメント欄の上にですね、商品紹介ページ、の URL が貼り付けてます。で、その高めっていうのはその日本航空を利用するプランでですね、プレミアムエコノミーとかビジネスクラス、エコノミークラスの一つ上、もしくは一つ上 の、 座席シートを使ったプランになりますので、少し高めになっているんですけど、たまにはそういうのもよろしいんじゃないでしょうか。フランス特集、今回はワインの世界最高級ワインの生産地ブルゴーニュのご案内でした。ありがとうございます。